島根県では人口減少に打ち勝ち、笑顔で暮らせる島根の実現を目指し、今年3月に島根創生計画を策定しました。島根県知事と健康長寿島根推進会議会長より、島根健康寿命延伸取り組み宣言を発表します。それでは私から健康寿命の延伸取り組み宣言の内容につきまして、私から朗読をさせていただきます。島根健康寿命延伸取り組み宣言。人生100年時代を迎え、生涯にわたり生き生きと健康で暮らし、地域で活躍していくことは地域の活力の維持や活性化に欠かせません。そのため人口減少に打ち勝ち、笑顔で暮らせる島根の実現に向けて、県民自ら健康づくりに取り組めるよう環境の整備を進め、健康寿命の延伸を図り、健康長寿日本一を目指します。島根県と健康長寿島根推進会議は、以下のさまざまな健康づくりの取り組みを県民運動としてより一層進めてまいります。1. 一人一人が障害を通じて健康チェックや生活習慣の改善に取り組みます。2. 地域では人と人とのつながりや住民同士の支え合いを大切にし、社会参画を通じて健康な街づくりに取り組みます。職場では働き盛り世代の健康づくりと健康経営に一層取り組みます。4. 学校では子どもたちの心身の健康づくりに取り組みます。令和2年10月12日島根県知事丸山達也。健康長寿島根推進会議会長森本則彦。県民の皆様に健康で元気で長生きしていただき、地域や産業の担い手として元気で活躍してもらうことが、活力ある地域づくりには欠かせません。島根県は全国と比べて男性の健康寿命が下位にあり、がん、脳血管疾患による死亡が多いです。また、血圧の指標も悪い状況にあります。さらに、食塩摂取量が全国平均より多い、野菜摂取量が国の目標以下であること、1日平均歩数が全国平均よりも少ないという健康課題があります。よって、課題解決に向けて、食生活の改善と運動の促進を重点に取り組み、健康寿命の延伸を図り、健康長寿日本一を目指します。島根健康寿命延伸取り組み宣言をすることで、健康づくり県民運動をより一層推進していきます。